吉田さん、ビル・ゲイツね、人と比べる行為っていうのは人はしちゃうんですけども、そもそも他者を意識するから人と比べるんですよね。あまり人のことに関心を向けない私としてはね、誰とも比べないっていうかね、比べるとすぐに人をバカにするんでいや、良くないなと思いながらね。だからあんまり人のことを見ないように、昨日の自分と自分を比較するようにしたらどうかなと思ってるところですけどね。はい、それでね、ちょっと数少ない思い出の中から紐解いてみたら、私も結構ね、他者から比較されて、バカにされることが多かったんですよ。それは別に腹が立つことでも何でもなくって、ちゃんと切り返しがあったんですけども、主には男女関係なんですが、お付き合いしてる女性が、いつも私をバカにするときに、前付き合ってた彼氏はこうだったよって言うんですよ。すごいですよね。すごいバカな仕方ですよね。で、結構いいこと言ってくるんで、私の切り返しってのはいつも決まってて、そんな素晴らしい彼氏にだからお前振られたんだろう。で、比較して同等な俺に落ちてきたんだよって。そんな感じなんですよね。だから結局、素晴らしい人に選ばれないから素晴らしくない俺のとこ来たんだなっていうことを言ってるわけなんですけどね。だから他者と比較して他者を貶めると、結局はビル・ゲイツの言葉じゃないですけども、自分自身を侮辱する行為に返ってくるっていうのはそのメカニズムそのままなんですよね。で、相田光雄さんがね、言ってたのは、他人の物差し、自分の物差し、それぞれ寸法が違うんだなってことなんですよ。だからね、40代の人の物差し、20代の人の物差し、当然見えてるものが違いますから、基本的に話が合うわけないんですよね。で、話合わせようとしたら、20代の子が40代並みの知恵を持っているか、40代の人が20代並みの知恵に落としてくれるか、どっちかしかないんですよ。でも知恵のある方が知恵のない方に合わせると、バカにしてるっていう風な評価を受けてね、結局うまくいかないんですよね。だからお互いの立場をやっぱり受け入れて、自分の判断じゃ行き届かない判断があるんだなってことを常に思わなくてはいけないんですよね。でも残念ながら今日も国葬っていうのがね、安倍総理にありましたけども、自分が判断している国葬反対っていうのと、国葬をやるべきだっていう人ね、自分と同じ考えじゃない人に対して敵意を抱くっていう人の本能があるのかなと思います。本能というよりもこれはね、無知でしょうね。だって100人いたら100通りの価値観があるのに、自分と同じ考えじゃない人はおかしいっていう風な単純な発想になって、で、しまいには後ろからね、演説中に人を撃つ人まで出てくるわけですよ。確かにね、誰かが主張すると、じゃあ100人が賛同するかって言ったらしないですよね。時にね、人っていうのは他者の意見を必要とするんですけども、他者の意見を聞いた挙句、人をバカにしたり貶めたりするのが結局オチなんですよね。なるほど、そんな考え方もあるのかと思う人あんまりいなくって、バカなこと言ってるねとかね、炎上してるよとか言うわけなんですよ。炎上って結局なるほどって思わないから炎上っていうわけですよね。つまり攻撃の言葉、それが炎上なんですよ。だから炎上を見るってことは、その争いの中に自分から飛び込んでいってしまうってことなんで、だったら人と比べない方がいいなと思うんですよね。結局人と比べて不快になるか、人を不快にするかしかないわけですから、他者の存在っていうのはどこまでも排除するべきだなというふうに思うんですけども、なかなかそうはいかないところもあるかな。ということは、自分の判断が他者のものとは違うってことを大いに認めて、人の話に合わせていくとかね、そういうのは大事かなと。で、自分の意見を求められた時に語り始めるぐらいがいいのかなと思いますけども、でもどちらにしてもね、人の意見を求められて言ってみたら怒られるってことは結構あるんですよね。そういうもんだと思うしかないのかもしれませんけども、やっぱりこう、これも本能なのか、それとも知恵のなさなのか、自分と違った意見に対してものすごくね、嫌悪感を抱くっていうのはありますよね。これは生存本能なんですよね、きっとね。で、同じ考えの人でまとまっていくってことと、自分が考えを合わせられる、もしくは共有できる人とうまくやっていくって形に落ち着くから、一つの家族やグループっていうのができるんでしょうね、きっとね。相田光雄さんも、いろんな悩みを抱えながらこの言葉に行き着いたんだと思うんですよ。他人の物差し、自分の物差し、それぞれ寸法が違うってことですよね。相田光雄さんを嫌いな人もいるし、それもしょうがないよねと、俺も嫌いな人がいるからみたいに思いながら、その人生の矛盾とかね、人類の矛盾にいろいろと目を向けていたのかもしれないですね。結局ね、他者が気に入らないって言っても、気に入る他者も出てくるんですよね。
それは自分が受け入れていくのか、それとも他者が自分を受け入れてくれるのかっていうことになると思うんですけど、まあ、どちらにしても違う人が同じ考えっていうことの方が珍しいかなというふうに思ったぐらいがちょうどいいのかなというところですよね。お風呂に入っても暑いという人もいれば冷たいという人もいますので、じゃあ今日は以上でございます。お疲れ様でした。